サザエの部屋に盗聴器を仕掛けたのはカツオだな。バッカモン。まあまあいいから早くパンツを履きなさい。どうも、サザエさんの波平の声優オーディションに落ちてしまった監禁です。今日は未来警察官2021ガチャガチャチャレンジの4回目をお届けします。ツイキャスの生配信ではほぼ毎日ガチャガチャをやりに行ってるんですけども、まあなかなか当たらない。今まで一体どんな商品をゲットしてきたのか。ツイキャス配信を見てなかった残念の方のために、どんな商品が当たったのかをざっと紹介します。ざっとです。柿の種の形をしたナイフ。組み立て式のナイフなのですが、しっかりとははまりません。乱暴ナイフ。こちらもしっかりはまらない。海賊が持ってそうなナイフ。もちろんはまらない。西洋の騎士が持ってそうなナイフ。はまらないのがもはや当たり前と思えてきました。ところで未来の警察官はナイフを持っているんでしょうか。怖い怖い怖い。続いて、かなりアナログな方位磁石。恵方巻きを食べるときには便利なのかも。続いて、軽すぎるキーチェーン。鍵がすぐ落っこちそうなほどのクオリティ。続いて、1メートル2センチしか伸びない巻き尺。欲しくもないのに色違いで2つもゲット。そしてついに、ぬるぽん。何出るから、今日こそ当たれよ、今日こそだよ。念願の耐火性金庫。だと思ったら耐火性ではないプラスチックのペラペラな金庫でした。一応鍵はかかります。中には麻雀牌1個を保管できるスペースもあります。そして改めてゲットした未来警察官のグッズを並べてみました。まあ、警察官が使うグッズというよりも、犯人からの押収品にしか見えませんよね。お知らせです。今夜もやります。2月15日土曜日。夜の10時よりガチャガチャ生配信。いい加減今日こそは耐火性金庫が出ると思います。その瞬間を見逃さないためにも今夜のツイキャス配信をご覧くださいね。ツイキャスへのリンクは下の説明欄の方に貼っておきます。ぜひアプリを入れてみてくださいね。はい、セクション。もーろく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 じいさん。